Gourmet Survival 2!僕はこれから出かけるところだけど、どうせなら一緒にどうだい。どうせ当てがあるわけじゃないんだろ。ああ、いいぜ。あ、二人ともお出かけですか。それならこれ、昨日の食材の余りをお弁当にしてみたんです。これはジロちゃんの分じゃ。おお、ありがたい。お、弁当か、うまそう。おいおい、今ここで食べるのはなしだぞ。分かってるよ。さあ、さっさと出かけようぜ。早く食いて。いってらっしゃい。お気をつけて。さあ、探索を始めよう。 さて、どこで食うかな。まったく、本当に食いしん。 トリコさん、食材を揃えていただければ。また、マジでか。ええ、一度作ったことのある。メニューなら食材があれば、キャンプで抵抗というのを料理を作って、探索に持っていくことができる。聞いたか、ここ。名前に一つ、家族も、サロン。やれやれ。超じわ、どうじゃ、トリ。うまい弁当は出したのには、ちょっと。何は、トリコ。いや、お前さんだ。グルメ細胞を持つ者たちにとって、文字通り腹が減ってはいくさはつまり弁当は体力を。空腹時に食べるのが効果的ということですね。 だが、その一方でグルメ細胞はうまい食、積極的に料理を食べること。つまり僕たちが狩りや採取で食材、そして俺がそれを食べる。一人で全部食べる機会。この世界を生き抜くためのルールは実に単純じゃ。勝って、そうと決まれば今日の食材を探さねえとな。いや、もう好きにしてくれ。 ポイズンバズーカ。
これだけあれば今日の分は足りる。お疲れ様です。すぐにお茶を用意し。また明日もうまい弁当。今日の食事を作ってからじゃないと明日の分が残るかな。何？食材が残らないかもしれない。まあそういうこと。それなら明日の弁当分は別に用意すればいいんだな。えやれやれ秋。